日本共産党中央委員会。日本共産党中央委員会。日本共産党宇宙王委員会は、日本共産党の中央委員会である。日本共産党本部ビルに所在する。党大会から次の党大会までの間、党の意思を決定し、対外的に党を代表し、全党を指導する。現在は、計200名強の中央委員と準中央委員から、 構成され、内部には権限によって改装化された、決議機関事務を処理する先住職員の機構を備えている。党は、支部地区都道府県中央という形で、改装的に党員を組織している。中央委員会はこのうち中央組織の執行機関に当たり、党大会から次の党大会まで全党を指導し、党大会の決定の実行に責任を負う。 より具体的な主要任務は、日本共産党規約以下、規約第21条が以下の8か条に定式化している、抜粋。党大会と中央委員会は、中央組織における、決議機関と執行機関の関係にある。規約では、中央委員会をはじめ都道府県委員会、地区委員会など、各級党組織の執行機関は、指導機関と総称されている。 中央委員会は、党大会を招集し、報告と議案の提出を行う、第十九条。大会は原則として2年から3年に一度の頻度で、開くが、特別な事情の下では、中央委員会の決定によって、党大会の招集を延期することができる。この規定に基づいて、例えば、中央委員会は2008年8月の、第7回総会で2009年1月に予定していた。 第25回大会を延期すること決定している。臨時党大会も中央委員会が必要と判断して決議した場合に全大会の大議員によって3ヶ月以内に開くことができる。中央委員会は大会の招集日と議題を遅くとも3ヶ月前に全党に知らせ、党大会の大議員選出の方法と比率も決定する。大会は 基本的には大議員から構成されるが、それに選ばれていない、中央委員と準中央委員も評議権を有する。内部には、権限の大きさと任務の内容に従って、中央委員会総会、幹部会、常任幹部会等の合議制機関が、階層的に配置されている。中央委員会総会を最高決議機関とし、常任幹部会や初期局、 中央機関紙編集委員会などが日常的な指導や事務処理を司っている。初期局は様々な部署に分かれた中央委員会の内部機構を統括している。中央委員会は中央委員と準中央委員を持って組織する合議制の機関である。中央委員と準中央委員はどちらも党大会で選挙によって選出される。その際、中央委員会は 次期委員として候補者を推薦する。大議員、選挙人も自由に候補者を推薦することができ、第13条、これは次戦も含まれる。2017年1月の第27回党大会は164人の中央委員と50人の準中央委員を選出した。委員は党大会が選出するのが原則だが、 中央委員会の判断で必要に応じて、順位委員から補うこともできる、規約23条。この規定は主に欠員が生じた場合適用される、ことがある。また、病気などのやむを得ない理由で任務を続けることが、できない、委員、順位委員は、本人の同意を得て、中央委員会の3分の2以上の多数決で、解任することができる。その場合、次の党大会に報告し、 承認を受ける。準中央委員は、第十四回大会までは、中央委員候補と呼ばれた。中央委員と異なり、中央委員会に置くかは任意である。また、中央委員会総会でも決議権を持たず、表議権のみで出席する。従来は十数人程度で、待機、補充枠の意味合いが強かったが、第二十五回党大会からは、将来の幹部育成枠として位置づけられ、 人数も倍以上に拡充された。国会議員は中央委員であることが普通であるが、規約に中央委員でなければ、党の国会議員になれないという規定はなく、実際に例外もある。例えば、2013年の第23回参議院、議員通常選挙で参議院議員に当選した、キラヨシと辰巳ミ太郎は、2014年の第26回大会で、 準中央委員に選出されるまで委員ではなかった。また、日本共産党が躍進した2014年の第47回衆議院議員総選挙では、斎藤和子や池内沙織などのように、党内地位が都道府県委員、それぞれ千葉県委員と東京都委員のまま国会議員に当選した、巣が多く見られた。この場合、議員秘書は中央勤務員であるため、議員より、 議員秘書の方が党内序列が高いこともある。また、1970年の第11回党大会で幹部会中央委員長に選出され、実質的な党最高指導者であった宮本賢治は、1977年の第11回参議院議員通常選挙で参議院議員に当選するまで国会議員ではなかった。 これらの点が国会議員でないと執行部入りすることができないことが一般的な他党と大きく異なっている。通称、中層。中央委員会総会は中央委員会の最高決議機関であり、文字通りすべての中央委員と準中央委員が出席する。ただし、順員は表議権を持つが、決議権を持たない。一年に二回以上開くことが定められているほか、 中央委員の3分の1以上の要求があった時も開かなければならない第23条第24回大会期である2006年1月から2010年1月の4年間では計11回開催された回数は当大会のたびに最初から数え直すのが慣例であり中層丸は回数と略する場合もある中央委員会が決めるものと規約に定められた事項は 中央委員会総会を通じて最終決定がなされる。近年はユーストリムおよび YouTube の日本共産党ムービーチャンネルにてその模様が一般に配信されている。中央委員会総会が決定する人事事項は次の通り。中央委員会幹部会委員と幹部会委員長、幹部会副委員長若干な初期局長を選出する。また、 中央委員会議長を選出することができる。これらの役職は党内を含めて一般に、党3役、議長を含めると党4役として扱われている。祖願委員会、規律委員会、関西委員会の委員を任命する。名誉役員を置くことができ、その場合は中央委員会が党大会に報告し、承認を受ける。名誉役員は、 中央委員を20年以上務めた人から選出される。かつては名誉議長、名誉幹部会委員、中央委員会顧問の3種があったが、2000年の日本共産党第22回大会での規約改正で現在は一本化されている。党大会が新委員を選出をすると、直ちに第1回総会、一中総が開催される。一中部差はまず、 前代会期の常任幹部会の提案に基づいて、中央委員会議長、任意、幹部会委員長、幹部会副委員長、若干名及び初期局長を選出する。次に、これら新三役、議長がいる場合は四役の提案に基づいて、中央委員会幹部会委員を選出し、ここで一旦一中部差は休会する。入れ替わりで新幹部会が会議に入り、 常任幹部会委員を選出し、中央機関紙編集委員会と初期局員、初期局長の族を任命する。これを終えると一中部差を再開してその人事を報告し、最後に、総会は疎願、起立、監査の3委員会の委員を幹部会の提案に基づいて任命する。この間、当大会は暫時休憩に入り、再開後に三役や幹部会委員の紹介が行われる。 なお、幹部会委員長、副委員長や初期局長が常任幹部会委員になるという名分規定はないが、幹部会委員長、副委員長や初期局長が常任幹部会委員でなかった例はない。中央委員会議長については、1970年の日本共産党第11回大会から野坂議長は幹部会委員ではなく事実上の名誉職であったが、 1982年の日本共産党第16回大会から宮本議長が常任幹部会委員である事実上の序列1位となり名誉職ではなくなった。2017年1月第27回大会に開かれた第1回総会は幹部会委員長に C ・カズオ、初期局長に小池晃、幹部会副委員長に市田忠義、小形康夫、 田村智子、浜野忠夫、広井洋子、山下義夫の6名を選出し、議長は選ばなかった。中央委員会幹部会は、中央委員会総会に次ぐ決議機関である。規約は、総会から次の総会までの間、中央委員会の職務を行うと規定している、第24条。中央委員会総会の選出する、幹部会委員で組織され、 幹部会委員長と副委員長を役員とする。幹部会は常任幹部会を選出し、初期局長を責任者とする初期局を設け、初期局員を任命する。また、中央機関士の研修委員を任命する。これらの人事は、党大会中に開かれる最初の幹部会で行われる中央委員会総会の節を参照。 公述の常任幹部会のためか開催は不定期であり、その実態について報道されることは少なく、総会でなされた幹部会報告が機関紙で公表される程度であることが多いが、幹部会の決議などが公表されることもある。規約上明示されてはいないものの、幹部会委員長は、党内外から事実上の投資と扱われることが通常である。国会の党首討論や、 赤旗祭りでの取り演説は幹部会委員長が務める。現在は中央委員会総会に対する幹部会報告も、幹部会に対する常任幹部会報告も行っている。第27回大会第1回、中央委員会総会で中央委員会が選出した幹部会委員は以下の59人。常任幹部会は幹部会に次ぐ決議機関であり、 幹部会の職務を日常的に遂行する第24条。委員は幹部会が選出する。常任幹部会に委員長、議長などの役職はない。1966年の第10回党大会までは常任幹部会員の序列が公表されていたが、第11回党大会より常任幹部会委員の名簿が50音順で公表され、序列が非公表となった。 共産党は各人の職位や任務を身分的な序列ではないとして、党内序列の存在を否定している。第27回大会時に幹部会が選出した常任幹部会委員は以下の25人。初期局は幹部会、常任幹部会の指導下で中央委員会の日常活動を処理する。幹部会の職務を日常的に遂行するのは常任幹部会なので、 通常同期は常任幹部会が指導している。中央委員会総会が責任者としての初期局長を選出し、幹部会が初期局の設置と局員の任命を行う。第27回大会時に総会が選出した初期局長と幹部会が任命した初期局員23人。次長を含むは以下のり。初期局長は中央委員会総会で直接選出される役職であり、 初期局長の職務内容は他党で言う幹事長に相当し一般に党三役の一員と認められている国会で各政党が取り持つ幹事長初期局長会談にある初期局長とは日本共産党のこの役職のことである党の方針や予定候補者発表などで記者会見を行う機会が多い初期局の下には 中央委員会の活動を文章する各種委員会、部局、政策委員会、国際部、出版局などが設けられている。これら部局の責任者は、中央委員で、他に、一般の当職員、中央委員会勤務員が従事している。初期局局委員会ではなく、中央委員会局委員会と名乗るのが通例である。社会科学研究所、所長、不破鉄道、 副所長、山口富夫は、中央のシンクタンクであり、第21条第5項に定められた、科学的社会主義に基づく党の理論活動を司る。出版局は、党の基本文献や各種共戦物を出版する。国会論選集や、大会決定のほか、第8回大会以後の中央委員会総会の決定集や、同党の宣伝パンフレット、 日本共産党重要論文集、日本共産党国際問題重要論文集、といった論文集、投資などがあり、日本の一般書店で購入することも可能である。かつては共産党を除名された敵対人物や他党派を批判する出版者も,も多く発行してきた。敵対セクトについては、川共同、共産同系に対する挑発者、トロツキストの招待、 1967年間、親中国派の、毛沢東猛獣の末路、連合赤軍事件の根源をつく、1972年、日本の声派、親ソ連派の、死が一派、批判、1974年などがある。国政政党のレベルでは、公明党の体質を究明する、言論、出版妨害をめぐってや、民社党、その理論と行動、社会党の右転落、 1980年間など。雑誌編集委員会には、中央機関誌の前衛、月間学習、女性の広場、議会と自治体各種の編集部が置かれている。中央委員会、総会が委員を任命する、中央委員の機関に、素願委員会、起立委員会、関西委員会がある。素願委員会は、指導機関に対する党内外からの訴え、要望を受け付け、 その解決を促進する第25条。規律委員会は、党員の規律違反を調査する。また、各給湯機関の処分に対する党員の訴えを受付審査する第26条。関西委員会は、中央機関の会計と事業、財産を監査する第27条。2017年の27回大会期1中部差は、蘇願委員7名、規律委員8名。 関西委員3名を任命した。責任者はそれぞれを多前作、田辺進む、西口光となり、いずれも幹部会委員が占めた。3委員会の委員には、中央委員でないものも含まれている。規立委員会と関西委員会の前身は、1958年の第7回大会が新規約を採択して設置された、中央統制関西委員会である。 同委員会は1966年の第10回党大会の規約改正により、党大会選出の中央関西委員会と中央委、総会選出の党政委員会に分割された。この改正理由について、中央委員会は、党が分裂から統一を回復して8年経過し、党の統一と団結が著しく強固になり、中央委員会のもとに統一して活動する方が、 効果的であるからであると説明した。さらに、第12回大会、1973年の規約改正によって、中央監査委員も、中央委員会総会による任命となり、中央を外して、監査委員会に解消した。蘇願委員会は、第20回大会、1994年の規約改正で新設された。中央機関紙編集委員会は、 日本共産党の中央機関紙現在は新聞赤旗を編集、発行する機関である。幹部会が編集委員を選出する第24条第27回大会時の幹部会は、責任者の小木祖洋二、常任幹部会委員を含む委員23名を任命した。1958年の第7回党大会で採択された、 党規約では、党大会で選出される機構として、中央委員会と並行して、中央統制関西委員会が存在していたが、1966年の第10回党大会の規約改正で、党大会選出の中央関西委員会と中央委総会任命の統制委員会に分割された。中央監査委員会は1973年の第12回党大会における、 規約改正で中央委員会総会任命の関西委員会に改組し、1987年の第18回党大会での規約改正で日本共産党中央委員会副議長が新設され、中央委員会が任意で選出することができるポストとされた。この時、治療のため幹部会委員長を知りいた不和鉄像が選出された。しかし、 不和の公認の幹部会委員長であった村上博氏が病気療養を余儀なくされると不和は第6回中央委員会総会1989年8月で幹部会委員長の座に帰り咲き副議長ポストは空席となった第19回党大会第1回中央委員会総会では流木洋が副議長に選出された2000年の第22回党大会の規約改定で 廃止された。日本共産党中央委員会の入居する日本共産党本部ビルは東京都渋谷区駄田谷4丁目26の7にある。正面入り口の反対側を JR 中央本線、東側を明治通りが通る。最寄り駅としては原宿駅、代々木駅、北山道駅の3駅である。地上11階、地下1階の一木棟、北西側と 地上8階、地下2階の2基胸、南東側からなり、両、胸を地上3階建ての低層基段が連結し、これを通じて行き来できる。延べ床面積は約16,500メートルで、日本の政党本部ビルとしては自民党をしのぎ最大である。2000年から着工し、2005年に竣工した。総工費は85億円、うち45億円を、 党の積立基金が負担し、残り40億円を寄付や無利借り入れ金とし、順調に集まった。設計、管理責任者は、地域建築空間研究所所長の小林義夫。なお、中央委員会の機関でも、新聞赤旗編集局は、明治通りを挟んで、東側の AS ビルに、赤月印刷と共に入居している。 戦前は、非合法,法政党として警察から継続的に、一斉検挙等の弾圧を受けたため、決闘から1935年の中央異壊滅まで一貫して固定的な本部の建物を持つことはなかった。本部は地下に先行しつつ、各地を転々とし、会議の際には秘密裏に、旅館や党員の下宿などに会場を設けて対応した。戦後、 GHQ の指令により合法化されると間もなく、日本共産党は現在と同じ場所にあった、木造2階建てに日本共産党中央委員会の看板を掲げ、本部を構えた。旧本館と呼ばれる。この建物はもともと映画館だったが、1936年に職業訓練施設、高等電気溶接学校の校舎となり、戦中は落下山を縫製する。 軍需工場としても利用された。電気溶接学校は1945年の東京大空襲で並行し、建物は所有者で党員の岩田栄一。戦後は順中央委員や東京都議会議員などを歴任。後に除名が党に寄付したのである。土地は国有地であったが、後に大蔵省から払い下げを受けて党の所有となった。旧本館は当時としても手狭で、 古い木造を建築であったため、長期にわたって改築と建て増しが繰り返された。戦後初期には、機関紙印刷を担う、光印刷、現、赤月印刷工場を東本部の横に建設し、続いて赤旗編集局が入居する2階建ての建物が増設された。とりわけ1960年代は、統制の飛躍的な慎重に応じて、急激に拡大し、1号館、 1960年、2号館、1965年、本館改築、1967年、3号館、4号館、1969年、5号館、日清ビル買取り、1970年と続いた。1985年には、中央機関誌、赤旗の編集、印刷、暁印刷部門が、隣のエースビルに転居した。旧本部は、 最終的に林立した八棟の建物を廊下で連結した複雑な構造となり、しばしば迷路と形容された。1998年に中央委員会は本部ビルの全面建て替えを決定し、常任幹部会の任命した総合建設委員会により計画が立てられ、2000年から工事が開始された。1995年の阪神淡路大震災を受けていった。 耐震診断により、法定基準は満たしているものの一部の建物が、同地震クラスの地震で倒壊する恐れがあると、明らかになったことが契機となった。総合建設は1998年11月に、建て替えの基本方針を、耐震性など安全性の重視、国民に開かれた建物、融通性に富み、単純明快、簡素で経済性、環境と高齢者、 障害者に配慮の5つにまわめた。総合建設委員会による指名見積もり合わせ方式の業者選定の結果、建築工事は戸田建設、電気設備工事は広市電車、機械設備工事は待機者に決まり、2000年3月9日に契約を結んだ。委員会責任者となった上田光一郎は、戸田建設について、二代目社長の戸田利平は、業界は、 国政の権力者や特定の政界の庇護を受けるべきでないことを持論とし、同庁者たちによって、全国建設業協会の初代会長候補へ、押されたという写詞の記述を引いて、政党との癒着に反対する写詞があるというのは、なかなかいい伝統だなと感じましたと、好意的に紹介した。一気胸は、逃走率80周年の2002年7月15日に、合わせて春行し、 二木棟は9月中旬に建設が始まり、2005年2月1日、当本部ビル全体が完成した。本部ビルの設計と運用には、地元商店街や周辺住民にも配慮がなされている。低層基段の高さを商店街の建物に合わせた上で一木棟4階以上を、さらに3メートル交代させた。また、建物全体を行動より交代させて、 幅3メートルのタイル式の遊歩道を設けた。1期棟2階には東京勤労者医療会の代々木診療所があり、地域住民も利用できる。2階の多目的ホールは付近のマンションの自治会や町内会の会合にも貸し出した。2期棟のエントランスホールは8時から20時まで自由に出入りできるようにするなど、一部が一般に開放されており、通行人は 北山道から明治通りへショートカットして出ることができる斎藤ともを。ただし、一気棟の入り口は大企業オフィスと同様、中央制御の ID カードを用いたセキュリティチェックを受けなければならない。本部見学も行われている。三栗谷隆史は言論と理論の等の象徴として、資料室と会議室の充実を本部ビルの特徴に挙げた。資料室。 中央委員会初期局の部署には13万冊の蔵書があるほか、国際関係や社会科学研究所付属の資料室、マイクロリーダーも備える。数字が無機的に付けられ、用途の決められていない、大中小、区切りのできる会議室が非常に多くある。2期棟の3.4階には、吹き抜けで500人収容の大会議室があり、中央委員会総会や地区委員長会議が開催できる。 上田光一郎もマスコミを招いた見学にて、政党にとって重要な会議室を重視したことを説明している。色彩計画については、1期胸を青系統、2期胸を緑系統のベースカラーで分け、4カ所の非常階段には赤青き緑の原色を用いている。初期局や幹部会委員長などの執務室は7階にある。 面積は一人当たり9.6メートルと平均的な事務所と同じである。委員長室と初期局長室は秘書事務室から分岐しており、ドアは基本的に開放されている。ミクリアはこの構造を幹部たちの往来自由な共同空間が確保され、少し歩けば互いにすぐ話ができると解説。また、初期局は学校の職員室のような趣向があり、 これらの人々の執務に建築上からは、回答性の意識が反映されぬ形になっていると分析した上で、前述の色彩計画と総合して、学校建築のイメージを重ね合わせている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。